ハンナトンネルは、大阪府東大阪市と奈良県生駒市を結ぶ、第二ハンナ道路の自動車専用道路のトンネルである。生駒山は山徳まで住宅が密集しており、環境問題を解決しなければならなかったため、代表的なトンネル内の換気システムには、トンネル換気適用型一品が採用されている。トンネルの中央付近には、掘削部傘481メートル、 掘削径11メートルの国内でも、有数の大規模な換気用中央建工が掘削されており、その上に幅3メートル、長さ、高さともに3メートルの装置が設置された換気塔がある。装置内には、杉の間伐材のおがくをフィルターとして2.8トン分を1メートルの厚さで敷き詰められ、それを排気ガスが通過することにより、汚染物質を分解する仕組みである。 これは、東大寺の焦燥院に代表されるあぜくら作りの倉庫内の大気汚染物質が屋外より少なくなる原理を応用したものである。このトンネル掘削工事の影響により、トンネルの西側では農業用灌漑用水などとして利用されていた生駒山から湧き出す地下水がその経路が変わったことにより大きく減少したり、逆に東側では工事中より トンネル開口部脇から流れる立田川の支流である、文樹川の水量が大きく増加したりするような現象が起きた。また、一駒山全体で見ても、かなり見よの経路は変わっている。5km を超える長大トンネルであるため、危険物積載車両は通行禁止、トンネル内での車線変更禁止、または、その積載する品目が制限されている。注車区手 ありがとうございます。